どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。前回同様、シェイプシフターでやっていきますよ。相方さんはローズだな。いつも通りメメムラですが、マップはポーラス。実況するのは初めてですね。霊夢はあんま慣れてないし、慎重にやっていかないとな。初手キルは我慢ね。って言ってる暇もなく初手ボタン。相方さんのキルは、入ってない。ここからが勝負ね。しかし次のターンもキルできず、これが3ターン目。みんなは気位置一緒だから、難しいんだよな。とりあえずオフィスで時間潰して、みんな散ってから移動しようかな。あ、でもまだ結構ここに固まってるな。相方さんもいるじゃん。でも今から引き返すわけにもいかないので、このままラボの方まで進みましょう。ラボはこの上だな。サボタージュは、とりあえず相方さんにお任せしようかな。私はここの扉開けるわ。後ろに黄色いるから、怪しい動き見せないようにな。紫も来てるから、キルは難しそうね。ということでここでフェイクタスク。私は望遠鏡を見ていますよ。ここでキルクールが開けたが、黄色と紫すぐ近くにいるから無理ね。私は除染室通って、標本の方に向かいますか。除染してる今のうちに全部の扉閉めちゃってと。あ、チャンス。こんにちは、さようなら。これ下に誰かいたらまずくないか。今はいないけど、どうしようこれ。セルフはさすがにないか。お、ナイスタイミング。水色の死体は消えたな。黒の死体が、エレキと保管庫の間のところで、保管庫寄りですね。黄色赤無理、かな。え、なんでですか？赤が標本まで行ったと思うから。そうですね。で、黄色はラボにいたんだよね。うん。自分怪しい位置になるけど、アドミンいて、エレキさんと、ラボあたりにいて、あとは他いなかったと思います。あ、でも、エレキさん合ってるから、割と信用できるのかなって感じはしますね。エレキさんはじゃあ、誰がいました？自分と青と緑ですね。自分、迷路タスクのところで、緑と白が一緒に立ってるの見てて、多分死体その辺ですよね。あ、そうですね。じゃあおはじけんじゃない。いや、自分目線は白は出せないですね。迷路タスクのところで、自分と緑が合流したところから始めるんですけど、そこで停電になったんで、電気室に緑と一緒に向かったんですね。そしてその電気室の入り口ら辺で、青の姿が見えて、そのまま青が停電直したって感じですね。自分目線の情報では、迷路タスクする前は、黒が生きてるの見てるんですよね。停電になった数秒後に死んでるんで。その時緑はその場所にはいなかったんですか？そうですね。停電になったんで、迷路タスク終わらせて左に直行です。白はどこから来ましたか？自分はウェポンから上に上がって迷路タスク電気室です。え、それならローズしかなくない？まあ確かに怪しくなるのはわかります。私、緑と白にローなんじゃないかってちょっと思ってるんだけど、あんまりわかんない、はっきりとはわかんない。どうしたらいいんすかこれ。え、ローズじゃないの？順当に。自分釣ってもらってもいいけど、ダブルキル起きてるんで、もう一ローを打ったらいいんじゃないですか？しかしここで時間切れ。ああ、釣らないんだ。ボタン押します。あぶねえ、ギリローズ釣られなかったけど、これ次の会議で釣られる流れだな。ここは私が、さっきまでの話を忘れさせるほどの、大事件を起こしてやるわ。まずはここで、リアクターサボを鳴らす。右と左、両方同時にタッチしないと解除できないぜ。私が左側の解除に向かうわ。と、見せかけて、ここで緑に変身よ。出たシェイプシフター。あ、白が来たけど、緑の姿をした私が直してると思って引き返したわね。でも残念、私は直さないよ。で、おい、右に本物の緑いるじゃねえか。ふふ、この姿のまま目の前でキルしてやるわ。緑の姿で、たまたま通りかかった黄色切っちゃったけど、果たしてどうなる？はい、これお土産。え？え？どこですか死体？右のリアクターの下、自分青が直してるの確認して下に降りたら、ベントから自分が出てきて自分が切ってました。モーフィングです。そうですね、緑のモーフィングは確認してるんで、緑は白です。じゃあローズでいいのかな？いや、自分ボタン待機してて最後白と見合ってるような。あ、そうっすね、見合ってるんですよね。だから直近切るって言うんなら。じゃあそこ見合ってるなら、青と自分も白で、紫か赤しかいなくて。左誰ですか？左いないから多分治ってない。え、左いないんですか？え、左いないなら、なんで白は右に来たんですか？左行ってんのに。ん？え、白はボタンにいるんじゃないの？いや、違う、リアクターの左あるじゃないですか。白は最初そこ行ってたんですよ。そしたら白が、そこから右に行ってたんで、自分、あ、左にいるんだなと思って、右に行ってたんですよ。そしたら、誰もいないってことだったんで。
え、なんで引き返したんですかあれ。ああ、自分だから。緑がいるから、自分もちょっと右側行こうかなと思って。いや違う、いやいや違う。あれはもう、白が先だったんで、明らかに引き返してたんで。ん？先？あ、ちょっと待って、モーフィング？それ先にいたのは。ん？いやなんか、緑が、自分目線ではあれですよ。最初にいたんですよ。左側のリアクターに。え？なのであ、任せていっかなって感じで。それがモーフィングってことですか？そのモーフィング意味あります？白やばい動きしてるな。リアクター直さずに。え、っていうか緑も、自分が出てきて切ったんなら、緑が左にいて、ってのはあってんじゃない？ん？そうですね。ベントから自分が出てきて、自分が切ってたんですよね。ああ、そうですね。なら、白が左で緑見てるのもまあ、間違いじゃないんじゃないですか。え？ああいや、時間ないんで説明できないんですよね。ああわかんねえ、どうするんですかこれ。まあこれ紫か赤なんですけど、どうしよう、ああその択なら。自分赤に入れますけど、紫どこでしたっけ？除染室です。え、なんで除染？普通にタスクして。わからん。かったぜ。まさか、紫釣りになるとはな。私ほぼ発言してない。場所さえ聞かれてない。というのも、私のモーフィングがうまく刺さり、クルーが混乱し、無駄に会議の時間を使わせることができたからね。あとはリアクター鳴らして、直すふりして、キルクール開けるの待って、開けた瞬間一人キルすれば勝ちだな。リアクター鳴ってる間は、会議ボタン押せないからね。青は私がここに来たのを見て、左の方行ったから、これはもう大丈夫そうね。お、青が戻ってきた。これでおしまい。やったー、インポスターで勝てたー。モーフィングがうまく決まったのもあるけど、相方さんのおかげによるところも大きいよな。1キル目で粘ってくれたおかげで、私の水色キルはほぼ詰められなかったし、黄色キルの時も、しっかりボタン待機して隠しろ入ってくれたから、結果的にお互いのキルがうまく噛み合った感じだな。GG ですね。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、よかったらしてくれると嬉しいです。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼するぜ。また他の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。